教室2019ゴエモン元年目前ペンタゴン講座お、どうも複数ドーパミンのアルカディアです。3分練習の佐々木です。はい、というわけでね、まあ今4月21日といった形なんですけども、はい、まあ、もうそろそろゴールデンウィークですよ。そうですね、5月の5日ですね。はい、あるんでゴエモン元年の講座、はい、で、ペンタゴンまだ知らないってことなんで、そうですね、ペンタゴン講座を開くといった形でね、今回はペンタゴン講座をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまず、まあ、前の通りどういうバンドなのかって部分なんですけど、はい、一応コンセプトはダークファンタジーっていうのがコンセプトなんですけども、曲の幅がめちゃくちゃ広くて、ね、うん、ダークファンタジーと言いつつもその世界観のみに凝り固まらないというか、あ、こんな曲もやるんだみたいなのも結構あったりとかするんで、はい、次世代4拍子の時に僕バグラグについてんだもんね、うん、バグラグもやっぱり曲調がすごい広いじゃないですか。そうですね、でちょっとそこで似たような形を感じたんで、ペンタゴンを選ばせていただいたかなって形なんで、あとはまあなんせね、1年で赤坂ブリッツワンマンライブやってるんで、1年だからね、うん、なかなかそこの、ね、なんていうのレベルまで行くのが厳しい部分ではありますね。センチとかね、ボーカルの千鶴さんとベースのミンファさんで、もともとコールミーっていう2人組のユニットみたいなやつなんですよ、ビジュアル系で。そのサポートメンバーが今のギターのタクさんとドラムの赤月さん、そこにゆとりさん、私のギター加えて5人でペンタゴンになってたんです、うん、で、まあ、紹介ですかね、はい、まあ、あのボーカルは千鶴さんですね、うん、ビジュアル系バンドの中では俺的にはいないタイプのボーカルかなっていう、はいはいはい、なんかまあ手つき図以前ちょっと聞いていただいたと思うんですけど、その感じから見てもなんか声のタイプとか、うん、歌い方とかがちょっとこう珍しいかなっていう部分ではあるかなって思うんで、まあシンプルに顔がねイケメンなので、はいはいはい、おイケメンでいらっしゃるキュアって雑誌を買った時に千鶴さんの特集が載ってたんですけど、はい、なんかカジュアルファッションみたいな感じで載ってて、結構すっぴんに近めな感じだったんだけど、はい、全然イケメンじゃねみたいな。本当に神手ギターがゆとりさんですね。僕的な勝手な印象ですけど、この方の見た目が僕的にはいいかなって、まあ、後で紹介するんですけど、代表曲の少年ワルツって曲があるんですけど、はい、その曲作ってるんですよ。へー、作曲、はい、あのメインコンポーザーでは多分ないんだけど、はい、僕はそれだけですごいなって思ってます。その曲作ったったりで、その曲めっちゃハマったんで。あ、そう、そうそうそう、島で言ったらタクさんですね、はい、次世代4拍子の動画ツイートしていただいて、はい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 、0.1 のお子さんのボーカルの緑川さんの弟です、ね、はい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 、マジの兄弟、はいはい、で、タクさんがメインコンポーザーかな、多分曲多く作ってるんで、はいはいはい、あのね、下手ギターなんだけど、立ち位置がね、その、まあ一般的にはベースの位置にいるんだよね。おうおうおお、ちょっとこのドラムのよりここにいるっていう。あ、そうなんだ。そう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 、へー、で、その下手ギターの位置にいるのがベースのミンファさん、ね、うんうんうん、可愛すぎると話題の、そう、女型がすごいと、はい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 、すごい、あの、まあ、手つき図のミュージックビデオでも、うんうん、まあ、あの、あんな感じだったんですけど、うん、まあ、最近はね、結構、まあ、女型以外もやってるんですけど、カンジャムで紹介された時も、うん、やっぱそのベースのミンファちゃんが可愛すぎると話題みたいな感じで、いや、これ本当に男性なんですかみたいな、分かんないから、パッと見、まず最初マジびっくりしたんで、これは、いかついですけど。最初見た時ヤンキーかなって思ってたけど、この人のね、ドラムのリズムと結構好きっすね。見た目がね、ちょっと僕的にはビジュアル系っぽくないなって、いい意味で、そこもね、魅力かなって部分。なるほどね。そう、じゃあまあ曲、はい、紹介しようかなって部分なんですけども、デビューがね、アルバム、フルアルバムでまずデビューしてるんですよ。へー、そう、ホールミーって名前のアルバムでデビューしてるんですよ。はいはいはい、はい、そうそうそう、それに入ってる表題曲がね、人食いテディベアっていう曲で、はいはいはい、この曲は多分初のミュージックビデオがある曲なんだけど、まあ、度肝抜かれたよね、俺最初見た時。へー、これで来るみたいな正直思った。とてつもない新人が出てきたというのは、まあ、こう、すごく覚えてます。まあ、アホ曲って言い方はちょっとなんかあれかもしれないけど、まあ、かなり激しい曲ですよ、うん、じゃあもう先輩方はドーンと食っちゃうような勢いだったから、この曲はだからもうその勢いを表してるような、もはやそういう曲かもしれないですね。なるほどね。こちらですね、衝撃の一作目。確かにね、これ一作目っていうのはなかなかすごいのを持ってきたなって感じはする、うん、例えばそのバンドのコンセプトとか、はい、そのバンドについての前情報をこう聞いて、この
得意テレビを聞くとこうなんか武士というか魅力の部分がこの一曲にギュッと詰まってるというかダークファンタジー部分だったりとか、はい、そのいい部分がこう詰まってるからこそこう一発目にこうこの曲出したのかなっていう部分をちょっと分かる気もするかなっていうところですね。おすすめ曲、まあ、一応講座内で紹介しますけど、あの手つきずが、はい、あのまあ、かなり僕のおすすめ曲なんですけども、まあ一回楽曲聴いたと思うんですけど、うん、まあ、かなり雰囲気が違うと思うんですよ。そうね、もうガラッと違うかなっていう、これこのイメージがあるから、うん、鉄傷って出してるから傷がつくじゃないですか。うわこれ絶対これよ、うわって曲じゃんと思って聞いたら、うん、ディー全然違うじゃんかって確かにそれちょっと意表つかれた感じになる。そうそうそう、どうしようかな次。少年ワルツですかね、まあ、代表曲なんですけど、はいはいはい、人食い出てればそうなんだけど、なんかよくここまで頭に残るメロディーを作れるなって正直思って、サビに特徴的なポイントがあるんですけど、はい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 、一回聴いただけでサビは覚えちゃうね。そう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 、うん、曲調はあんまりなんかがないかなっていう、うん、似たものはなんかこう似たものって言われて分かんないかな。そうだね、意外とギターサウンドが弱めに聞こえるんですけど、うん、こうイヤホンとかで聴いたりすると結構ガチャガチャってて、そこがまた違う魅力があるんですよね、はいはいはい、その次の曲なんですけど、はい、あのポップコーンモンスターっていうですね、はい、バチーン一発で僕ハマった曲なんですけど、はい、あの、はい、公式でフルがないんで、はい、ただアップミュージックとかあるんですよ、はいはい、でただあのミュージックビデオスポットがあるんですね、1分30秒の。僕ね、もうこれ聴いた時に、あ、この曲絶対聴くわと思ったんですよ。これやわ。あやたか飲んだ時に。ああ、なるほどね。これやわと思ったな。イントロ結構明るい感じで始まって、うん、ポップコーンモンスターみたいな、なんかすげえポップな曲なのかなと思ったんだけど、まあ、これも、まあ、思いっきりダークな。いや、一気にこう持ってかれるんですよ、こう。みたいな、こうフルがちょっと気になる。うん、感じなんですよ、はい、初めの印象とこうコルって持ってかれるな、持ってかれちゃうんですよ、うん、印象違うけどめちゃめちゃかっこいいなって、この辺はダークファンタジー感じかなって思ってたんですけど、うん、ダークファンタジーない曲っていうのが結構あったりするわけですよ。一つ目が僕らの歌っていう曲で、まあ、ちょっと手つき図に近めな感じではあるんですけど、はいはいはい、本当は僕らの歌ですよみたいな、はいはいはい、そういう感じの明るい感じの曲で、まあ、僕はその歌詞がめちゃくちゃいいんで、はいはいはい、手つき図と同じ感じだったんですよね、そのセットで聴いてたような、その、まあ、この曲が出た時にまた手つき図も聴き直してみたいな感じで、今まで紹介してもらった曲とのギャップがすごくて、うん、僕の雰囲気だって歌声もなんかちょっと違うし、そう表現力がすごいんですよ、うん、歌うのがうめえなって、そうね、歌うまいし、うん、歌詞がそうっすね、めちゃよくて、これですね、クレイジードライブっていう曲ですね、はい、まあこれカンジャムの時に流れてた曲なんですけど、一言言えばパリピな曲言っちゃえば、はい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 、やっぱ幅広いなとは普通に思ったし、うん、曲っすね、なんか新しいっすね、なんか全然聞いたことないよね聞くたび聞くたびなんか新しいなっていう感覚がバンドサウンドと EDM 調のサウンドってこんな掛け合わせ方あるんだみたいな、ちょっとこう違う立ち位置にいる2つの音楽かなって思ってたから、本当になんかあすごいなっていう曲の感じが、あこんな感じができるんだみたいな。最後にしようかな、じゃあ、はい、マントラって曲ですね、はい、もうこれも僕、まあ、普通に何回か聞いてるんですけど、これもね、なんか、おーってか、なんだろう、また全然違うんですよ。ちょっと雰囲気が、てかね、かっこいい曲なんだけど、まずミュージックビデオがもう結構ぶっ飛んでるし。なんだよ、これ。おつかねえわね、いろいろありすぎて。よくめちゃめちゃかっけえな、このミュージックビデオのこの最高のふざけ具合ね。ちょっとやめちゃってくるし、っていうかあいつ顔濃くねとか言うんで、ね、あれ一番おもろかったんで、ね、かっけえでしょ。いやかっこいいよ、まあいろいろ見せ方というか、うん、できるって言ったんで本当に幅広いですね。そうそう、といった感じで、はい、まあ、ペンタゴンの紹介なんですけど、どうでしたか。そうですね、とても最先端というか音楽は、音楽は最先端なんだけど、持てる技を駆使してこういろんな幅があるっていうところで、ライブでねこう何曲か見るはずなんですけども、その幅っていうものが
どれぐらい広いのかなっていうのを生で聞いてみて感じたいなっていうところはありますね。ポップコーンモンスターが一番気になりましたね。その新しいって言ったけど、その人食いデビューベアとか少年ワルツに関しては2015年の曲ですから、ね、そうだね。そうもはや4年前、うん、そう。それだけまだ新しさを感じるんですよ、うん、でそこがまずすごいですよ。そうなんでね、ペッパー知らない方はね、ぜひ聴いてみてください。すごい新しくて、まあ聴き応えがある曲が本当に多いです。いろんな曲があるんで、一バンドでいろいろ楽しめるっていう部分で、大名行列2019五右衛門元年楽しんでいきたいと思います。